ははいいこんににちはレドスノノーです10月6日の3問に入っていきます A 所有の土地に B が建物を所有して小売業を行う目的で公正証書によらずに存続期間を35年とする土地の賃貸借契約を締結する場合当該契約は事業用の借地権になる丸か×かと。 問題ですね少し考えたいなという方はこちら一時停止していただいて概要欄の方にこちらの問題記載しておきます概要欄の方でこの問題見ていただいて○丸かツか考えていただければと思いますで回答はバツになりますで小売業と書かれているんで、まあ、事業用借地券のように思えるかもしれないんですよねただ事業用借地券っていうのはちゃんと要件があって こちらに書いてある1から3の要件をすべて満たす場合じゃないと事業用借地権にならないんですね。で、まあ今回の話で言うと、まあ、小売業って書いてあるんで、まあ、事業用であること。この要件は満たしていますね。で、続いて存続期間。え、問題文はこれ35年でしたかね。35年になってますね。なので、これも満たしてますね。10年以上50年未満なんで、これも満たしている。満たしていないのはこの3番なんですよ。え、特約が公正証書によること。 でこれ問題文は、公正証書によらずにとえ書いてありますね。なのでえ、この3、この要件を満たしていません。したがって、事業用借地権じゃないんですね。だからツになる。で、この場合は普通借地権になるんですね。事業用借地権じゃない場合は普通借地権になります。でこれは基本事項なんで、絶対に頭に入れておきましょう。で、今回、要件を3つ並べたんですけども、これも実は理解学習の1つなんですね。 よくですね、あのー、この問題に対する回答だけしか書いていない、つまり、まあ、構成証書によるというところが今回のポイントだから、まあ、問題文は公正証書によらないって書いてありますね、だから×だというふうにしか書いてない場合があるんですけれども、それだとやっぱり非効率なんですよね、ちゃんと授業用借地権の要件を3つ、えー、頭に一緒に勉強すると、で、3つ頭に入れておく。 これをやっておくことが非常に重要になります。それやっていないとですね、本試験の時に頭が整理されていなくて、本試験で緊張して頭真っ白になっちゃう場合があるんですよね。日頃解ける問題でも解けなくなっちゃうんですよ、本試験だと。緊張しちゃって。だからちゃんと整理できるものは整理しておくってことを日頃からやっておきましょう。で問いにですね、保証協会です。 え、保証協会は、保証協会に加入している、え、宅建業者 A が、その一部の事務所を廃止した。え、そのため、え、弁済業務保証金分担金を A に返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求者に対し、一定期間内にえ保証協会の認証を受けるためえ、申し出るべき旨を報告しなければならない、マルかバつかという問題ですね。まあ、これもですね、え、ちょっと、 考えたい方は一回ストップしていただいて、下の概要欄の方で問題を見ていただければと思います。で、これ答え、ツですね。で、保証協会の社員の業者、これがですね、一部事務所を廃止した場合、広告っていらないんですね。広告は不要です。つまり、この弁済業務保証金を取り戻すために、広告しなくていいんですよ。これ不要です。なので、ツになるということです。 で、まあ、一緒に覚えていただきたいもので言うと、営業保証金の場合ですね。今回ものは保証協会の話なんですけども、営業保証金の場合、一部事務所を廃止する場合も、広告しなければならないんですよ。なので、ここの部分はちゃんと対比して頭に入れておくということが非常に重要です。で、今回すいません。ちょっと無料なのでお伝えはしてないんですけども、 ちゃんとこの問題文が何を言っているのか、ですね、これをちゃんと理解をするということがすごく重要になります。宅研試験って問題文非常に長いですよねで。これをちゃんと読み解く力っていうものをやっぱつけていかないと、一向にです、ね、点数上がってきませんので、ここをちゃんと理解するようにしていきましょう。で、問いさんの都市計画法ですね。都市計画の決定または変更の提案は、 当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権または借地権を有しているもの以外は行うことができない丸か×かこれもですねあの考えたい方は一旦え動画ストップしていただいて下の概要欄の方から問題文再度ご確認くださいでこちらの答えですね答えは×ですで何が×かっていうとこの提案についてはですね所有権者とか借地権者以外のものでも行うことできるんですね 例えば、都市再生機構とか、住宅供給公社とか、NPO 法人とか、こういった人たちも、この都市計画の決定とか変更に関する提案できますので、罰になるということになります。でこの都市再生機構とか、住宅供給公社、これはですね、まあ、細かい部分なんで、この言葉とかは覚えなくても大丈夫です。覚えるべきは所有権者とか、借地権者以外のものでも、都市計画に関する提案ができるんだと。 いうところを頭に入れていただければ大丈夫です。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。